PC 筐体でお願いします。さあ投げハウスとか与川佐藤の試合となります。さあ新バージョン、あんまり変化はなかったと思われる佐藤ですが、やられ判定が拡大したといったところで、さあファーストバーのコンボがどう変わっていくのかちょっと分かりません。さあダウンを捉えて、さあすみません、その点のダウンクライニングですね。さあ奥線は距離を追って空中上げ、うまい。さあメンディオからどうしても逃げたかった、空中上げで済んでいけばまあ安いでしょうという判断。うまいブリッツを一瞬取って、素晴らしいですね、キャンセルブリッツに対して、おー、しかもダブルファンがワークして、さすがの防御テクニック。ジャンプハイスラー、カウンターヒットからハンマーマイピー、ここはジャンハイ直前ガード、ジャンハイ直前ガードから端よいしょ、遠距離ですからレレレ吹っ飛ばして A、B、K からタッチ B、足払い、オプセンは S ドリーグ。さあ戻して耐えている、うわーっとデッドマンズハンドが正義の形になって、そしてホーキーファーストにはこれが連続ヒットしてしまう。 S ドリー動けないけどタッチ K、 これは素晴らしい、あれしかない選択肢でしたが、ここは相打ち上と分身を破壊させての2 S、お互いに凄まじい攻防を見ました。第1ラウンドはさあ、そして第2ラウンド、さあ伸びる、そして潜らす空中投げ、この空中投げ非常にうまい。バケットナメント呼び出します。モガさんのスレイヤーとエタロウさんのシーン、さあ一番端 B 巨体です。当たってしまって、続いて回して画面端スタビデッドアングルを剥がしたいなと、そんな感じで、ただデッドアングル届かない間合いでの固めとなります。これバスト厳しい展開が続くと、まずいぞ、ここはドリルと回る連続ヒットしまして、勝ったのは小川佐藤。